お疲れ様です。あ、すいません、よろしくお願いします。お願いします。あ、すいません、ちょっと年末の忙しい中ちょっとお時間作ってもらって。いや、どうぞ、とんでもないです。よろしくお願いします。今回の動画は東京都の声で全てわかる占い師森恵美さんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたします。ちょっとあの大島さんにあの大森聖子さんの MV 出てもらった時に、うん、出てほしいって言いたかったんですけど、ちょっと直接言うとちょっとあのなんかあれかなと思って。お、全然言ってくださいよ。そう、それでちょっとあのタイミング見てちょっとマネージャーさんにお願いしてっていうので。ああ、そうなんですね。今年末だからあれですか、いろいろロケの稼働とかって感じ。今ロケ行ってました。でもまあ年末っていうか年始のやつですね。1月の放送のやつで、でも27に収録の VTR のもう撮ってきました。27に出すやつを、あのスタジオに出すやつを撮ってきました。あ、そうなんですか。すごいのが急いでやりました。テレビっぽいスケジュールですもん、確かにね。確かに3時間ぐらいでやりましたよ。あ、そうなんですか。はい。え、お子さんなら小学生って。小1です。小1。あ、はい。こういう時あれどうするんですか、あの夕方とかまでお仕事があるとか。今は、はい、だからこれがだから今3時半じゃないですか、はい、3時半よ、2時間じゃないですか、はい、5時半で6時15分まで学童で預かってもらえるので。あ、学童ってそんな時間までやってくれるんですか。はい、最大だからうちの行ってる学童はだから7時15です、最大。はあ、ちなみにあのダンス YouTube でやられてるじゃないですか。はいはいはい。あの BE:FIRST さんの。ありがとうございます。あれ今なんか基礎に戻りますみたいな感じで。はい、今基礎練習です。え、それはもっとパワーアップするためにってことですか。基礎がやってたらまた、はい、踊り方もそのすんなり入ってきたり、はあはあ、違うんですってやっぱり。あ、そう、だってミュージックデイとか、ミュージックデイですか、なんか音楽とかまであの一緒に踊ってませんでした。はい、あれはたまたまです。たまたまイッテ Q のスタッフさんが総合演出やるっていうことになりまして。そうなんです。たまたま出させてもらいました。 ありがたいことに。イッテ Q の、はい、女芸人一芸合宿っていうので、はい、年に2回ある企画がありまして、はい、そこで今まではなんかおじさんとか、私村上とよくやるんですけど、森さん中の村上とコントみたいのやってたんですけど、あのおじさんとかおばさんのコントとか、トラさんとさくらみたいなコントとかやってたりしてたんですけど、なんかどうしてもビファーストが踊りたいってスタッフさんに言いまして、ディレクターさんに、いやお前踊れないだろって言われて、お前の踊ったとこなんか見たことねえよって言われて、十何年一緒にいて、だから頑張りますんでやらせてくださいって言ったら、じゃあやってみるかってなって一生懸命練習して、とにかくそのシャイニングワンっていうプレデビュー曲なんですけど、もう M フロー私大好きでして、タク高橋さんが作った曲なんだんですよ、それシャイニングワン。だからなんか曲を聴いててめちゃくちゃいいなと思ってから入ってるんですよ。はい、ハマりすぎて踊りたいってなったんですね。はい、ハマりって、そうなんですよ。不思議です。まだ BE:FIRST 知らないんですよ、私。シャイニングワンしか知らないんですよ。ほうほうほう。シャイニングワンだけ聞いて踊りたいと思ったんです。不思議じゃないですか。すごいですね。しかもそれで、はい、本人と共演するまでいるって、いつ聞き始めたから 何ヶ月後ぐらいで一緒に踊ってるんですか。7月だから、いやでもその前にあれなんですよ、お正月1月の3日とかのスペシャルでそれ踊ってんですけど、はい、5月にBE:FIRSTが新曲出ると、バイグッバイという、だから2曲目ですね、セカンドシングルが出るっていうので、そのバイグッバイのダンスを踊ってもらえませんかっていうので、 BMSG というスカイハイさんの会社の方から連絡があったんですよ。今度踊ってくれませんかとなるんですか。そうなんです。だからそのバイグッバイという曲で曲を踊ったんですよ、皆様と一緒に。BE:FIRSTと一緒に。それが5月にあったんですよ。その次に、ミュージックデーは、7月でしたね。だから、1ヶ月の1年のうちに、5月と7月に一緒に踊らせてもらってるんですよ。すごいペースですよね。YouTube でもだから踊ってますもんね、その BE:FIRSTさんの。あ、そうです。もう練習するとこ密着してる感じですもんね、あれ。あ、そうですね。あれはもう本当に、ダンス習いたいと思って、でもせっかくだから、その Vlog みたいにしようかなから始まってて、
家で練習してて、おさむさんがちょっと、はい、ちょ、音なんかあれ、リモート中なんだけど、ちょっと静かにっつったよ。そうです。入っちゃってるよとか言われて。ちょっと怒られますね、やっぱり。だから、ちゃんと耳で、イヤホンして、踊る、すり足で踊るっていうのが一番いいかもしれないですね。そもそもでもあれ、BE:FIRST のダンス自体がめっちゃむずいんじゃないですか。めっちゃむずいです。でも、何がこう原動力というか頑張ろうと思えるのは、はい、オーディションでやっぱりみんな受かった7人じゃないですか、はい、その7人の中にジュノン君っていう子がいるんですけど、うん、ジュノン君は経験なしなんですよ。ダンスも歌もその先生に習ったことがないんですけど、うん、本当にっていう感じなんですよ、うんうん、だからそういうの見るとやっぱり努力すればできんじゃないかっていう希望をもらってるって感じですかね。だから自分も、まあ年は違えど、頑張ったらできんじゃないかっていう気にさせてくれます。ジュノン君が。でも大体いつもひたすら今に至るまでをこう聞いてくって感じですか。はいはい。出身はどこなんですか。出身は栃木県の、今、大田原市というところなんですけども、はい。本当に過疎の地域で、子供たちも本当にいなくなって、クラスは本当に一クラスしかなくて、こじんまりした本当に田舎ですね。はい。お父さんとお母さんは何してる人なんですか。お父さんは消防士、うん、お母さんは看護師でした。兄弟いるんですか。はい、妹がいます。何個離れてる。三つ離れてます。お腹エピソードでよくテレビで見たので、昔結構いじめられてたみたいなことを小学校とか。そうですね。それでも小1からですか。いや。小4です。あ、じゃあ小3ぐらいは普通に過ごしてたんですか。もうそう言われたらちょっと自信ないんですよね。やっぱりいじめって何かこうどんどんこう大きくなっていくって感じじゃないですか。うんうん、なんかでもパシリに使われるなとは思ってました。小学校でパシリってすでにもうあるんですか。あるんですよ。がっつりパシリじゃないんですよ。なんていうのかな。つまびつまびしてたら水汲んでくるってことですか。そうそうそう、そういうことです。そっから始まってます。あ、それでも気づくんですか。小1ぐらいの時は。そう、いや気づかないです。でも嫌なやつだなとは思ってました。でも、はい、帰り道一緒だから従わないとってちょっと。あ、ちなみに家族でのそのキャラクター的には大島さんは明るいんですか。なんかそれ引っ込み思案な感じなのかとか。引っ込み思案でした。引っ込み思案で、人が来たらそう後ろに隠れちゃうみたいなタイプでしたね。私も妹も。その小3までは分かんなかったけど、小4でってなんかきっかけあるんですか。なんかどんどんこういじめのターゲットが変わってくっていうのが始まったんですよ。ボスがいたんですけど、女の子ですよ。女なんですよ、これがまた。まあいろんないじめっ子はいましたよ、うん。女の子もいますし、先輩にもいましたし、うんうん、男の同級生もいましたし、まあいろんないじめっ子がいるんですけども、まあ女子同士のいじめって言ったらやっぱりその子が、ボスみたいな子がいて、その子がいなかったらまあ多分平和ですよ。一人いたらやっぱりかき回しますよ。かき乱しますよ。やっぱそれ指示系統があるんですか？その周りの人にこうせえみたいな。なんだっけな。私まずいじめ、これはいじめパシリ的なことだと思うんですけど、そう、あれは小5ぐらいだったかな、うん、その女の子がなんか好きな男の子と話したいからって言って、校舎があったとしたら、この校舎の真後ろにその男の子とその女の子が話してるんですよ、うん、でみゆきのみーって呼ばれてて、みー、ここの角に立ってて、と、校舎の。こっちに立ってて。で、こっち側の方が先生来る確率高いから、先生が来たら、合図出してって言われて。見張り？見張りですよ、私。イチャイチャの、小5のイチャイチャの見張りしてました。で、先生がこっちにカツカツカツって、やっぱここのストロークあるじゃないですか。この角の。ここ先生が曲がってきた時に私がこう立ってるから先生来た。で2人だけ逃げんすよ。逃げて先生2人はここ曲がるじゃないですか。だから私だけ見つかるんですよ、先生に。で私が捕まえられるんです。怒られるんですか。怒られますよ。何やってんの、帰りなさいって。下校しなきゃいけない時間なのにまだいるのって言われて。でも
その2人がイチャイチャしてんのとか言えないから、うん、すいませんでした借りますって言ってそれをやらされてました。はあ、そっか。でもそれって別の女の子が喧嘩強いことでもないですもんね。でも、うん、まあでもほら小学校って足速いやつ、うん、頭いいやつって結構リーダー格じゃないですか。はあはあ、頭いい可愛いんですよ。これでそうなんですよ、強いんですよ。はあ、うん、私とその子同じ方向で帰るんですよ。でスクールバスで学校通って行きも帰りもそうなんですけど、スクールバスのおじちゃんがその子は普通に名前で呼んで私にあだ名つけたんですけど、なんてつけたと思います？私みゆきですよ。ジャンボってつけたんです。ひどくないっすか。まあ、それは確かに女子につけるあだ名じゃないかもしれないですね。あの大問題ですよ今。体でけえからジャンボだって言ったんすよ。それはちょっとデリカシーのない、ね、ほんとデリカシーのないバスの運転手でね、うん、私びっくりしちゃって、えしかもちょっとなんか呼びたくなっちゃうからみんな真似するんですか。はぁ、うん、ハト来ましたね今。はぁ、なんでここにハトが来るんですか。やっぱさすがお医者さんって今回怒るんすね。今まで痛い今まで500人ぐらい多分取ってきたと思うんですけど、ハト飛んできたの初めてです。なんでここに入ってくるんですか。いや餌はないですけど、餌なんかないですよ。何も怖っ。そうやっぱそういう何ですか、リアクション芸人なるべくして生まれてきた人もいますね。でも確かにアクシデントは多いかもしれないです。初めてですよ、こんな。いや、まあ、ね、公園で撮ること結構あるんで。そうですよね。よくありますよね。撮ってるんですけど、あれ？ジャンボの話してるときに、なんでしょう、どういうつもりだったんですかね。あ、なんか楽しい話してんなと思ったんですかね。そうか、ジャンボ響きいいですもんね。ジャンボ。そんなことを運転手さんが言うから、まずそのスクールバスで行ってる人たちの中でもジャンボになっちゃって、すっげえ嫌でしたよ私。みゆきなのになんでジャンボなのと思って。そうっすね、いい名前つけてもらってんのに。で、あ、そんでそうなんです、それも腹立つんですけど、誰かがその後ジャンボじゃなくて、あ、ダンプ松本さんが出てきたんだ、プロレスラー。はい、だからお前ジャンボじゃなくてダンプだって言い始めたやつがいるんですよ。だから小1にジャンボってつけられたんです。小1ですよ、うん、でその次に小学校1年生の時に軽トラックに轢かれたことがあるんですよ。え、はい、普段の事故。そうです、すごい狭い道で、向こう側に人がみんな友達がいて、私だけこっち側に一人いたんですよ、うん、でゆっくり走ってくる軽トラックが来たんですけど、うん、自分の方が早いと思って飛び出したらちょうどぶつかったんです。渡り切れるみたいな、渡り切れると思ったんです、うんうん、行ける、自分なら行けると思ったらそのままぶつかっちゃったんですけど、うん、でもみんなが見てた、みんなが言うにはぶつかる前に転んでた、倒れてたって言うんですよ。気を失ってたらしくて、うん、またその噂も広まって、うん、ジャンボじゃなくてダンプじゃなくて軽トラって言われるようになっちゃって。被害者なのに。はい、私軽トラって言われるように。みんな軽トラ乗ってるし、軽トラない家なんかないから農家みんなやってるんで、なんで軽トラって呼ばれてんだろうって思うので、だったらジャンボとかの方がいいなって思いました。そういうことも言えないってこと。あ、言えないです、言ったことないです、やめてよなんて言ったことないです。じゃ軽トラって言ってもちゃんと何言ってんの。はいとか言って、ジャンボ、はい、何なんですか。なんかあんまりその反抗できなかった、自分が我慢すればいいかなっていうのがありましたね。どこにストレス発散するんですか。何で発散してたのかな。あ、これも言っていいのかな。それこそ小学校4年ぐらいかな、栃木にあるブックオフみたいなところで人殺せねえかなと思って、人呪いてえなと思って、人の呪い方って本を買ったんですよ。だから直接言えないから、
どうにかしてあいつを地獄に落としてやりたいと思ったんです。どうしようってなって、だからブックオフにみたいなとこに行って売ってたんですよ、人の呪い方っていう本。300円。あ、買えますね。買えたんです。自分でお金持ってってこれで呪って、全員やったやつ呪ってやろうと思って、はい、やりました。それどんな作法が書いてあるんですか。世界各国の呪い方が書いてありました。いろいろやっぱり深く試したんですか。あ、なんかできることないかなと思ってずっと見てて、なんか魔女の呪い方っていうのを、なんか魔女いいなと思って、魔女かっこいいと思って魔女の本見たら、なんかね、指をその鍋の中に入れてグツグツ煮込んでって書いてあった。でももうそれ殺してんじゃねえかと思って。無理ですよね。無理です、指は無理です。だから憎んでる相手の指を入れろって書いてあって、それは無理だったんで魔女のその呪い方はやめて、日本のやり方にしました。牛の国、牛の国だから三時、牛の国に五寸釘のやり方書いてあって、藁人形を作って五寸釘で死ね死ねって言って叩くっていうやり方が書いてあったんですよ。それどこでやったんですか。あ、それはだから私まだその時は 3年生4年生ぐらいだったんで、そんなのできないじゃないですか、五寸釘もないし藁も、まあ探したらあるけど藁も難しいなと思って、だから自分なりのそのなんだマインドだけもらって、こういうやり方っていうか形だけもらって、気持ち次第なんじゃないかってその本を読んで、3時牛の国、3時か2時かあれですけど、その時間までまず起きてられないし、ただ自分の起きてれるギリギリの時間は、まあ、12時でした、12時にやろうって言って、あと五寸釘も藁もないので、お土産でもらう貝殻入ってる瓶の上についてるコルクを取って、このぐらいでしたコルク、このぐらいかな、そこに憎んでる人の名前を書いて、学校で使ってる彫刻刀、あれを持って帰ってきて、それで夜中の12時からスタートして、その憎んでるやつの名前を泣きながらやりました。刺しました。それちょっとは気持ち晴れてましたよって。めちゃくちゃ晴れました。でもこんなこと言っていいのかあれなんですけど、先生にある日ビンタされたことがあって。何？なんか、私ソフトボール部だったんですけども、1万円を、グラウンドで拾って、でそれを先生に届けようってなって、友達と2人だったんですけど、でなんかめちゃくちゃ怖い先生で、その先生で、その先生にでもなんか言わなきゃっていう、その子が笑ってくれたらいいなと思って、めちゃくちゃ怖い先生に猫ババしないでくださいよって言って、それ渡したんですよ、そしたら一瞬でめちゃくちゃ太った先生だったんですけど、小手みたいなビンタされて、バーンってやられて、でもほんとめちゃくちゃ強いビンタだったんで、そのまま泣き出しちゃって。あ、もう間をかず。はい、猫ババしないでくださいね、バーンってきて、でもそのぐらいでビンタってされるんだと思って、親にもされたことないのに、と思って、でも失礼な態度は取ったかもしれないけどビンタはないじゃないと思って、もうほんと腹立って。でもその先生他にもいろいろやってて、忘れもしない、先生がこういうベンチに座ってて、こっち側で生徒たちにその練習終わりに反省会してたら、一人の子が先生の眩しかったんですよ、先生見るのが。でこうやって見てたん、先生のこと、したら笑ってんじゃねえよっつって、このぐらいの距離でソフトボール投げたんですよ、ボールを、ソフトボールのボール投げたんです、ボールをこの距離で。はい、したらその子鼻血ブーです。でそういうことやる先生なんです、はい、今では考えられない昭和のタイプ。ほんとほんとそうです、昭和のそういう先生で、まあそういうのも腹立ってたし、だからもうそのビンタも腹立ってきて、だんだんずっと腫れてるし痛いし、こんなぶっといてで、これはやるしかねえなと思って、そのコルクに名前を書いて、まずはやそあの先生やらせてもらったんですよ。許せねえ。そしたら1週間後、
あのいつもバイクで通ってたんですけども、バイク事故にあって左手骨折してました。うまくなってそんな出方か。だから私は、うん、やばい呪えるんだ人ってって思って、これマジで本当に本当に自分の命を削るぐらいじゃないとやっちゃいけないなと思いました。だからその本そっとしまいました。そっか、殺しちゃう、私このままだと殺しちゃうみたいな、はい、はい、って思いました。怖くなって、ま、そうっすね、ちょっとちょっと怖かったです。だからそれ一回封印しました。そしてもう、まあ、またそのはけ口なくなっちゃいます。次のはけ口は、私が死んだと死んだら残す手紙っていうのを妄想して作文にするんです。え、それ遺書みたいな意味合いですか。うん、遺書ではないんですけど、あ、まあでも遺書になるのかな。なんだろうな、私をいじめた人がみんなに怒られればいいと思って事実だけを書く作文です。これはとてもすっきりしました。この子がいじめたのはこの子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 です、聞いてみてくださいとか、私はこういうことをされましたっていうのをもうつら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 書きました。何でしたっけ、なんかもう埋められたみたいなの見たことあるんですけど。ああ、埋められました。ソフトボール部だったんですけど、うん、練習が終わった後、先生がもう職員室に帰った後に、みんながなんかでっかいスコップで、すごいなんか穴掘ってたんですよ、うん、で、あれを練習終わって疲れてるのにみんな元気だなと思って見てたんですよ、うん、で、まあ、何すんだろうなと思ってたら、できたってなって、連れてきてって言われて、私、その砂場のその穴の横に連れてかされて、なんか服脱がされて。服脱がすんですか？服脱がされてましたよ。女子の服。誰、まあ誰も田舎だから誰もいなかったんですけど、で、土に埋められましたね。やってる人全員女子なんですか？女子です。そうですね。女子の仕打ちとしてはなかなかハードですね。ハードですね。でもまあ、私も、うん、まあでも、だからそこまで行くのにいきなりじゃないですか、やっぱり。エスカレートしてるんですか？そうなんですよね。そうなんですよ。だから、行ける、まだ行ける、まだ行ける、まだ行けるの頂点が裸で土に埋められるなんです。だからエスカレートしてって、小5とかで、それがあって、で私初めて泣いたかな、大々的に泣いたのは初めてかもしれないです。もうすっごい記憶に残ってるんですけど、すごい泣いて、なんでこんなことするのって泣いたら、一人の子が面白いからだよってまっすぐな目で言ったんですよ。でも私の中で理由を知らなかったんですよ。なんでこういうことやるのか、うん、私が自転車乗ってたら、みー前に行ってって言われて、後ろの人に巻かれるんですよ。で、私一人で鼻歌歌いながら一人で遊びに行くときも一人で目的地に着くんですよ。で、みんないなくなっちゃってるんですよ。とかそういうことがあったり、なんでこういうことするのかなと思ったら、みんな面白いからだったそうで、私知らなくて、みんなが笑ってるの。あ、そっか、逃げられた時とか別に笑ってるかどうかも分かんないです。分かんないです、はい。自分の中では、だから、うん、いじめっていうか、なんか、嫌なことしたいからやってんのかなと思ったんです。うん、違うみたいです。私が泣いてると面白いからって言ったんです。うん、なるほど、と思って、うん。で、その時に、テレビで、元気が出るテレビとか、うんうん、お笑いウルトラクイズ、それもたけしさんですね、うんうん、やってて、なんか私が学校でやられてるのと似てると思って、まあ爆破とかお金はもっとお金かかってたり、取り持ちとかなんかいろいろやられてましたけども、なんか似てるのかなって思い出して、うん、そっかと思って、自分は笑われてるの嫌だと思ったけど、笑わせてるに変えれば楽になるんじゃないかってすごい思って、埋められたことをきっかけにというか、そうです、それから初めてミーが泣くと面白いからだよって言われてから、うん、笑わせてるって思うようにしたら、めちゃくちゃ気持ちが楽になったんです。はい。
笑われてるかもしれないけど笑わせてるって現実逃避してました。とても助かりました。ちょっとそれ先生とかってその止めたりしないんですか？遊んでるって思ってるっぽいです。先生たちは笑ってるから、だって笑い声が聞こえるから。人気者だと思ってるんですか？その笑いの中心にいるから。はい、本当は静かなんですけど、本当はとても物静かな人間なんですけども、まあ笑わせてる、演じてたかもしれないですね。いじめられてるように見えないようにだと思います。だから家に帰ってきてお父さんとお母さん、じいちゃんばあちゃんに喋る時もすごい楽しそうに喋ってました。私が心配させないように。それなかなかこうメンタル的にはちょっとしんどいっすよ。そう、あのお母さんって無理やり楽しくしてる、うん、しんどいです。でもなんかほら口角上げてると楽しい感じになるみたいな、なんかここを上げといたら脳が笑ってるってちゃん錯覚してとか言うじゃないですか。でも本当にゲンテレとかお笑いウルトラクイズ見ると本当に楽しいっていうか、いいなとかなんか思ってくるんですよ。憧れになってくる。憧れになってきました。すごいって、面白いって。出川さんとかダチョウ倶楽部さんとか。そうです、もうキャインさんとか、もうたけし軍団さん、松村さんとか、もう本当本当に笑わせてもらいました。お笑いが言ったらちょっとその救いなんです。ああ、そうかもしれないですね。なんか一緒だなって、なんかすごい親近感というか、ズボンがアクシデントで下がったら小学校とか中学校嫌じゃないですか、うん、でもちょっと美味しいなって思ってる自分もいたり、さっきの鳩もそうだし、嫌、うんうん、だけど、うん、怖いけどやったって思ってる自分がいるんですよね。へ、怖いことにリアクション芸系のなんていうかマインドはそこで生まれてるんですか？もう小学校で生まれてるかもしれないです。へ、だからもう でもやっぱりそれはやっぱりこっちは受け手じゃないですか。リアクションする側だから、してくれる側も。だからダチョウ倶楽部さんで言ったら上島さんじゃないですか、うんうんうん、でもやっぱり肥後さんとジモンさんが必要じゃないですか、うんうん、振ってくれる人、うん、落としてくれる人、これ出会うんですよ。そういう人がいたんですよ、やっぱり。あ、それはそのなんかプロレス的にこううまくやってくれる子。めっちゃうまい子がいたんです。女の子です、これも。へえ、それいつ出会うんですか？それはもう出会ってましたけど、まさかこんなうまいと思わなかった。あ、いたんですね。いたんです。地域に。地域にいたんです。地元の、まあ、友達で、石塚って言うんですけど、石塚ん家でご飯を食べたとして鍋が出てくるじゃないですか。絶対汁かけてくれるんですよ。それはもう、お家芸的に。はい。もう鍋が出てきたら汁をかける。お玉ですくって、ちょっと、いい感じに火傷しないぐらいにかけてくれるんです。でも私もそれを見て、あ、そうするんだって高校生の時に石塚に教わったんです。だからリアクション取れるぐらいの刺激で大きくリアクション取るみたいな。そうです。とても勉強になりました。石塚には感謝です、本当に。石塚さんと我々は目指してないですもん、その後ね。石塚さんはもうその後何になるんですか？石塚は美容師になりました。今でも張り子作家やってて。あ、すごい。そうなんです、山形で張り子作家やってます。すごい才能があるんです。すんごい、もう芸術がやっぱり爆発してるんですよ。すごい素敵な作品を作ってるんで、はい。そういうすごいアーティスティックな才能があったんですね。ありましたね。いや、面白くいじめじゃない刺激をというか。そう。え、それでいじめのとこからどうやって脱却するんですか？いじめてた主犯格の子、うん、その子にいじめられてた子がもうクラスのもうほぼ半分以上になっちゃったんですよ。あ、順番に回ってきますもんね。そう、ほんとひどいんですよ。で、そういうことになったから私も順番が来て、まあ無視は当たり前とかそういう風になってたんで、そのいじめられた子を集めて、あの子わかんないみたいだからちょっとみんなで同じことするのはどう思うって、ちょっと荒れようじかもしれないですけども、でみんなに相談したんです。そしたらみんないいねって、そうだねって、人の痛みがわからないからそうしようって言って、うん、次の日から本当に無視してみたら、うん、2日でごめんなさいって言い出しました。
みんなは1週間1ヶ月ぐらい耐えて、なんだろうなんだろうって言ってたのに2日ですよ、はい、だからやってる側はやらせたことないから、そう正午の最後かな、冬だったな、あれは。はい、で亡くなりました。立ち上がったんですね。立ち上がりました。みんなが悲しすぎて、みんなにやりすぎてて、でこのまままた順番待つのって感じだったので、また同じ目に遭うんだ、喋ったらあんた次やるからねって言われるんですよ。どうなるかわからないけどって言ってみんなで相談して、私が言い出しっぺだったんですけど、はい、気弱な性格だったところから、それかなり勇気いりますね。勇気いりましたね、確かに。でももう悲しすぎ、何のプラスにもなんないし、友達がいじめのターゲットだったら自分も無視しなきゃいけないですもんね。そうなんです、それがもう苦しくて、で私が無視されてた時に、その何個か前にいじめられてて無視されてた子が話しかけに来てくれたんですよ、うん、でそのまたそのリーダー格の子に無視するよって言われて、別にいいよってその子言ったんですよ、うん、かっこいいと思って、うん、それでちょっと変わってきました。何この世界って思いましたね、うん、なんか小さい世界だけど、いろんな人のなんだろうな、きっと無視したくないのにこの子、このリーダーの人にやられるから無視してんのかなとか、すごい泣きそうな顔して無視してる子とかもいて、いろんな人間関係を見ましたね、小学校で。うん、なんか勉強って言ったら嫌ですけど、嫌な気持ちがいっぱいあったから、でも確かに人間関係の勉強した気がします、ここで、うん、地域のクラスの問題解決したから偉いですよね、ちゃんとね。いや解決できてよかったですよね、もし間違ってね何かあったら大変じゃないですか、だってそのそんなことして、それがうまくクーデターみたいになんなくて、そう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 、より強固ないじめになったらきついっすね。そう、ほんとそう、また声、今度は暴力とかになったらまた大変だし、違う子がいじめのターゲットになったらまた、でも収まってよかったです、それで、うん、まあちょっと賭けに出ましたけどね。そこからはもう普通にひょうきん者なんですか、言ったらその学校の中でというか、あの面白い人みたいな。そうでもないと思いますけどね。あ、そうですか。そうでもない、どうなんだ、でもみんなはひょうきん者だって言いますけど、自分の中でやっぱ作ってるからあんまりそうは思わないんですけど、でも確かに、なんか笑ってくれたりはしてましたけど、納得いってないっていうか、なんだろうな、頑張ってる感じですね。あ、そうなんですね。家ではなおさらそんなこと思われてないわけですね、科目だから。そうですね、だからバイト先でもそうでしたね。何のバイトしたんですか。1軒目は焼肉屋のバイトで、その後は、スーパーの品出しっていうのをやってたんですけども、スーパーの品出しは一人も友達作るのをやめようという目標を掲げて働いてました。なんでそんな目標を掲げるんですか。嫌なやつがいそうだから影を潜めてバイトしようって。あ、その頃にはなんとなくそのセンサーが強いんですね。あ、強いかもしれないです。あいつやべえなっていうのが何人かいましたんで。へー、はい、すごいですね、それ。まあ、時給だけちゃんといただいてね。はい、本当にちゃんとしっかり働いて、しっかりお金をもらって、NSC の授業料を貯めてましたね。芸人はいつになろうと思い始めるんですか。高校でも3年生入ってぐらいですかね。本当はスタイリストになりたくて、東京の専門学校に行こうと思ってたんですけども、友達が、まあ、それも元いじめっ子がリーダー格じゃない子なんですけど、まあ、何人かいじめっ子がいるから、その中の一人が吉本の養成所あるから行ったらって言ってきたんですよ。でもこうやっぱりまだイエスマンみたいなところがあるんで、お、じゃあ行ってみますって言ったんですよ。出川さんとかそういう、まあ、ウルトラクイズ的なものへの憧れで吉本行ったわけじゃなくて。ああ違いましたね。まずは友達勧めとか。友達勧めでした。え、それは面白いから向いてるんじゃないみたいな感じなんですか。まあでも行ってきたらって言われました。何ネタもやったことないのになと思ってたんですけど。それはそのスタイリストになりたいわけじゃないですか本当は。スタイリストになりたかったです。そんなすんなり諦められたと思うんですか。
っちの道を。まあでも1年間だけだからちょっと行ってみようかなってちょっと思ってました。はい、行ってみて、まあ、ダメだったらやめてスタイリストもう一回入れ直せばいいかと思ってお金また貯めてっていうので、なんかこう結構軽い気持ちで、まあ、もちろんお笑い大好きだからその時はなれるかな、難しいだろうなと思ってました。あ、それうちの親はそのなんていうか賛成してくれるんですか、その芸人に NSC 行きますみたいなことで。あ、お父さんは大反対でお母さんが賛成してくれました。やっぱお父さんはあの消防士なので公務員なので安定した職業になってほしいっていうのが夢だったみたいで、だからお母さんに言ったら好きなことしていいんじゃないって言ってくれて、お父さんに毎日言えばきっと分かってくれるよって言って、毎日あの行きたいんですけどって言いに行って1週間ぐらいで OK してくれて行きました。でもそのお父さん説得してる子にはもう結構行きたいモード強くなってるんですね。いや行くからにはじゃあって思いました、やってみようかなって、はい、東京に住む栃木から通えるんですか、ね、通えなんか、いやお金かかるんで、うん、練馬におばさんがいて、うん、練馬のおばさんところから通ってました。あ、当時って、みんなコンビ組んで入ってくる系ですか。ああ、あ、半々ぐらいかもしれないです。あ、でもどうなんだろう。黒沢さんみたいにその一人でやってくる女の子とかいたんですか。黒沢さん一人で来てましたよ。あ、そうなんですか。はい。あ、じゃあ別に珍しくないじゃないですか。そうですね、意外に一人の子何人かいましたね。でもコンビの子もいました。だから本当半々かもしれないですね。でも村上さんはあれなんですか、なんか誰かと一緒に来てるの。村上さん、あの友達と来てました。あ、もともと別のコンビさんですね。一瞬だけ。そうですね、一人で、その子がすぐ辞めちゃったんですよ、なんか知らないですけど。やめて、で、一人で通ってましたね。村上も、黒沢さんも、私も、はい。NSC に入った時に、モードはどんな感じなんですか、それ。なんか、東京のやつらに負けないぞって感じでした。だから、なんか、すごい奇抜な格好で行ってました。髪の毛、前髪だけピンクにしたり、頭にセーラームーンの首だけのゴムつけたり、なんか、いろいろしてました。それで、ネタ見せは一人でやるんですか。一人やりました。どんなネタやってたんですか。入った途端にいじめられるっていう教師やってました。入った途端にプチトマトが飛んでくるっていうネタとかやってました。それはちょっとあれですか、あの実体験に基づくじゃないけど。あ、そうですね、トイレ入ったら大体水落ちてきましたからね。水がなんかかけられましたからね、個室トイレ入ったら。すごい、すごい。それ一人で表現するんですか。だからすごい難しかったです。やられる役って感じだったの。やられる役なんですけど、どう表現していいか全く分かんなかったんで、だから村上と黒沢がユニットみたいの組んでたんで、ダブル工事みたいにしようって、2人でなんか黒沢さんが東野さんと今田さんみたいな、ああいう風にしとこうっつって、互いにピンで接触しながらも、そうです、なんかあの、そうです、絡むと強いねみたいな。そうです、そうです。そんな計画あります。NSC でだから黒沢さんやっぱりもうテレビっ子だし、ダウンタウンさん大好きだから、もうそういうのが好きだから、なんかあるんでしょうね、尖ってる感じ。はい、なんかそう言ってましたよ。ユニット組んでたから、え、なんか一緒に入れてもらいたいなと思ったの。はい、2人がネタ見せしてたことがあって、それを見てたんですけど、すごい先生に怒られてて、でなんか合コンのネタをやってたんですよ。合コンにも行ったことねえやつが合コンのネタするなって怒られてたんですよ。いや、良くないってすごい思ったんです。そういうものもあるでしょ、なんで行ってないやつが合コンのネタやっちゃいけないんだろうと思って、ちょっと意味が分かんなくて、そしたら2人もやっぱり思ってたみたいで、なんでダメなんですかってすごい切れてて、あーすごい18、9なのに、先生に普通ごまするやつしか見たことないのに、へこへこしてすいませんそうしますみたいなのしか見たことないのに、ひるまないから、あーすごい芯があるなと思って。気合入った、気合入ってんですよ、ユニット、あのユニット黒沢村上未来のダブルコーチダブルコーチすげえなと思って、そっからいいなって思い始めて、あそこで入れてほしいって言って、そうなんです。で2人が全然知らなかったのに一緒に住み始めたんですよ。へえ。
出会って3ヶ月ぐらいで住み始めて、で私が練馬に住んでて、その間に住んでたんですよ、うんうん、養成所と吉本と練馬の間に住んでて、一緒に帰ることになって、んで仲良くなったんですよ。あ、それ徐々に入れるだったんですか。そう、でも一回断られましたけどね、私が奇抜すぎたんで。怖いと思われたんですか。あ、最初怖いって思われてたけど、よくよく喋ったらめちゃくちゃ静かな人だなってなってやっぱ静かな人って言ってました。はい、そうです、電車の帰りとかで、まあ、オフですもんね。そうです、オフですよ。シーンとします、静かにしてますよ。だってしかも同期でいたらってロバートさんとか、はい、インパルスさんとかもいるわけですもんね。はい、はい、まあでもロバート、インパルスは選抜コースと基礎コースに分かれるんですけど、そのできる面白い人たちは選抜コースに行くんですけど、うちらはもう基礎コースにいたんですけども。そうなんです、一回だけ間違って選抜コースに私一人で行ったことあるんですけど。間違ってんの。まあなんか大きい声出してて面白そうに見えたのか分かんないですけど、ちょっと選ばれてはいるんですね。一回ですけども、で怖くなってネタもそんなできないからやめたいなと思ってて、3人組になりますって言ってやめま、いやそこから降りて。へ、はい。ロバート・インパルスさんはもうあの2組の選抜だったんですか。ロバートもインパルスも結成してなくて、ロバートの秋山馬場とインパルスの板倉が3人組だったんですよ。ゼナイルっていう3人組でめちゃくちゃ面白かったです。秋山さんと板倉さんが2人いるんですか。そう、面白いネタ考えるから。で板倉が突っ込んでたんです。へ、とんでもなく面白かったですけどね。あ、もう最初から。はい、でも板倉がボケたくなって確か解散して、ツッコミの堤下をと一緒に組んだっていうことらしいんですけど、はい、で広志を入れてロバートとインパルスになったっていう。森さん中でその NSC 時代はそんな活躍してないんですか。あ、全くしてないです。え、あ、そうなんですか。してないです。でもなんか、はい、キンキンさんの時のアドマチック天国にため池さんの特集で NSC 生が出る、2組選んでネタできるってなったんですけど、なんか知らないですけどうちらが呼ばれたんですよ。うちらとコンマ2センチっていう2組で呼ばれて、本当に10秒ぐらいのネタをやったっていう。アドマチでね。そうです。でもそれ同期の子のネタをちょっとそれやらせてくれよっつって、同期の子のネタをちょっとやって貸してくれたんですか、ネタを。ちょっと貸してくれたんです。ちょっとそれやらせてくれっつって、ほうほう、勝手にやっちゃったんですけど、ほう、俺のじゃねえかあれって言われて、ほうほう、はい、それで出たのが初めてのテレビ出演かもしれないです。跳ね飛び組とより先に売れてるんですか。同じぐらいのタイミングで売れてるんですか。いやいや、売れてはないと思うんですけど、テレビ出たのは確かに早かったかもしれないですね。スレスレガレッジセールっていう番組があって、ディレクターさんがマッコイ斉藤さんなんですけど、その番組で素人みたいな体で日本海っていう名前でレディースの一人として、まちゃまちゃさんはウルフ神崎で、まちゃまちゃさんは芸人ちゃんとやってて、もうデビューしてて、私は多分 NSC だったのかな、あれ。そのギリギリの時に選んでくれて、まあ素人として出てました。そんな出方あるんですね。はい、レディースって別にヤンキーではないですもんね。ヤンキーじゃないです、全然。ヤンキーじゃないのに、そのガレッジセールさんの仲間みたいな3人組を作らされて、もう一人女の子がいて、プッチーボっていうなんか3人組作らされて、本物のレディースと戦うっていう企画があって、本当に毎回レディースが来るんです、本物が。本物のレディースと戦うんですね。そうなんです。そう。で、なんか何をやるかっていうと、バックファイヤーって言って、はい、幼稚園バッグ持たされて、はい、幼稚園バッグで叩き合いするっていう、とんでもない企画ですよ。本物のレディースと。本物のレディースです。上手いやつもいれば、やっぱ下手なやつがいて、はい、下手なやつは本当に悔しがるんですよ、私が勝ったら。へぇー。はい、そヤンキーだからもう悔しがり方とかあるんですか。やばいです。負けたやつが、私の首根っこ掴みに来ましたからね。負けてんのに。はい、で私を倒してそのままコンクリに頭打ちつけましたからね、私。超怖いですよ。喧嘩強いですから。バックファイヤーは弱くても喧嘩はめっちゃ強いですから。あ、そっか、そのバックしか使っちゃいけない。そうです、喧嘩はしちゃいけないです。バックファイヤーはだんだんやっていくうちに強くなっちゃって、上手くなりますもんね。上手くなります。はい、毎回やってるから、だいたい
このぐらいかなって思う。距離感、ね、距離感も分かってきて。で、勝っちゃった時があって。めっちゃ怒ってました、ヤンキー。レディース。すごい仕事ですね。本物ですもんね。あの、ロケバスとかマッチャさんと一緒に乗ってたりすると、はい、外から、一応カーテンは閉めてるんですけど、あい、こらつって、すげえ蹴ったり、叩いたり、出てこい、こらつって。回ってないってこと？回ってないです。マチャさん来てますっつって、静かにしてこう、しておこうっつって、ロケバスでずっと待ってんす、こうやって。怖かったっす。めっちゃ怖かったっす。劇場とかで、はい、あのなんていうかコツコツやってる時期あんまないんですか？あ、でもずっとやってました。その後ずっと、その時期もずっとやってました、うん、はい。ルミネ座吉本はなかったけど、ちゃんと、はい、そういうのはやってましたし、バイトもやってましたね、ずっと。そのバレッジの番組で、はい、出ててもバイトはずっと、ルミネ座吉本できるまでずっとやってました。2003年まではずっとバイトしてましたね。でも短いかもしれないですね、確かに。ルミネできて、ルミネを週5ぐらいで入れてくださってたので、それでご飯が食べれるようになりました。ルミネ週5で入れるってことは、もうこの時はちょっとその、はい、テレビでもちょっと、なんていうか、深夜番組とかでは知名度があったって感じですか？でもガレッジさんのその番組が人気があったので、もしかして知ってる人は知ってるって感じでしたけど、はい、なんか新喜劇とかにも出させてもらってたので、なんかそうですね、なんか東野さんとかはすごい知ってくれてて、もうムーさんのこと見て笑ってくれたりしましたね、はい。これでめちゃめちゃブレイクっていうよりは、もうそういうじわじわって感じなんですか？ああ、そうかもしれないです。ダウンタウンさんのそのガキ使いに出させてもらったことも結構めちゃくちゃでかいと思います。あ、サウナですか？サウナの前にハイテンションで、そのランク外だったけどって急上昇っていうので、オーディションで受かって出させてもらったんですよね。はい。どんなネタやるんですか？黒沢さんがレクチャーして、私だけ出るっていうので、腰を動かして、スーリスーリ、スリ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 って笑うっていうのを、すごいレクチャーを受けました。レクチャー受けてやったら、受けてオーディション取ったってことですか？はい。黒沢さんがやっぱダウンタウンさん大好きなので、絶対受かるぞっていう気迫があって。で、稽古とかされるわけですか？めっちゃしました。角度が違うって何度も言われました。でも、まあ、その回だってそのオーディション受かったわけですもんね。受かりました、びっくりしました。受けました本番？あ、でも笑ってくださってました。やっぱりありがたいことにダウンタウンさんが笑ってるのをオンエアで見ました。嬉しいなと思いました。そっからまたそのガキ捕まって呼ばれるんですか？ちょっとそうなんです、なんか変なやつがいるってなって、次を呼んでくださる前に黒沢さんが、うん、電波少年で連れてかれちゃったんです。なんかで受かったんですか？一人で。15少女漂流記っていう、うん、なんかね、無人島で生活する15人の少女の中の一人に選ばれちゃって、うんうん、どっか無人島に行っちゃいました、海外に。いや、それ村上さんと二人でガキ使ったわけなんですか？そうです。そうですね、司令塔をなくしてなんかうまいこといけたんですか？あ、だからネタ合わせとか、お菓子買い込んで、うん、会議室でずっと寝てました。お菓子食べた後に、ちょっと暗くしようかって言って、椅子をくっつけて、こう横になって、寝る。椅子くっつけて寝るっていうのはめちゃくちゃ得意になりました。全然ネタ考えられなかったです。そうか、思いつかないから寝るってことですか？あ、そうです。寝て、終電までの時間を潰すって感じですか？はい、結構その、何ですか、裸の浜田さんとサウナ入るみたいな、あれは どんな行き先でなったんですか？あれは、そのハイテンションに出させてもらって、うん、黒沢さんが行っちゃった後にオファーが来て。あ、オファーなんですね。そうなんです。二人で来てくださいって言われて行ったんです。大島さんが浜田さんを好きで落としたい。うん、浜田さんを落としにかかるという企画でって言われて、うん、はい。浜田さんに告白しに行くっていうので、うん、大胆な女性が好きだって言って、浜田さんの入ってるサウナに私が裸で入っていくっていうネタになるんですね。それでもその、男性の前で裸になるとかっていうのは、はい。その、気合っていう感じですかね？そういう、なるときというのは。なんで裸が OK になったのかちょっとよくわからないんですけど、
でもその前からなんかやっぱ男性芸人さんは、はい、テレビとかはないかもしれないですけど稽古とかで裸になって笑い取って終わりみたいなのをよくやってたんですよ、ノリで。でそれを見てて黒沢さんが大島さん行ってきなよって言ったんですよ。その輪に、はい、裸の、はい、何言ってんだこいつと思って嫌だよって言ったんですよ。本当は私が行きたいところだけど、はい、私の裸は笑いにならないから大島さん行ってきなよって言われて、はい、嫌だよっつって、はい、ほら行ってきな、ほらほらって言われてと思って、はい、で渋々行ったのが初めてです。パンツ一丁とかになって、ちょっと受けたんですか。いやこれがまたなんでか受けるんですよね。たけれたけれたけれ心は殺すことはあるびっくりしました。びっくりしますよ。私嫌嫌だし恥ずかしいじゃないですか、うんうん、一応黒沢さんがおっぱいにガムテープ入ってくれたんですけど、乳首にはガムテープ貼ってパンツ一丁で出ていったんですけど、笑うんですよこれがまた。はあ、もうとか、もう受けるというかね、びっくりしますもんね。私はびっくりします。でも黒沢さんは大島さんは笑える裸だからって言うんですよそうかなって私は思ってたんですけど、あれ笑ってるなと思って、何が面白いんだろうと思って、ちょっと不思議でした。でもそれをやりきったんですね、ちゃんとね。やりましたね、やりました。ちょっと話題になりましたもんね。ああそりゃそうですよね。女子が裸になってあのサウナに入ってるみたいな、もちろんモザイクとかになってるけど、確かにしかもちゃんと爆笑ってましたもんね。いや笑っててびっくりしました。だからダウンタウンさんと、はあ、法政さんと、はあ、ほんとココリコさんが笑ってるからちょっと不思議な感じでした。何が面白いんだろうと思いました。やったっていう感覚ではないですね。ないです。それこそやっぱ黒沢さんがやったと思ってんじゃないですか。あ、でもその時は見てないか、黒沢さん。あ、そう、漂流してですもんね。そう、漂流中です。あ、そうなんですか。じゃあ、なんか爆笑キッズがやったっていう感覚でもなく、恥ずかしいなっていう。はい。そうなんです。したら田舎のばあちゃんが、なんであれ一枚羽織らしてくんねえんだって。すごい不思議がってました。そうですよ、ばあちゃんからするとね孫がテレビでびっくりしますね。びっくりしますね。あ、うん、でもそんなこともあっていろんな人、ね、仕事を呼ばれるというか、そのなんか体張る系がどんどん増えてくるんですか。あ、でもそうかもしれないです。なんかでもダウンタウンさんにも聞いたことがあるんですけども、うん、番組で自分たちもそんなオファーしてないって言うんですよ。でも私たちはダウンタウンさんがやってほしい、松本さんがやってほしいって言ってるって言われたんですよ。誰だこれ言ったのと思ってなるほど、はい、うまいことできてんなと思って。テレビってそうやってや騙し騙されやるんだなと思いましたあ、なるほど、はい、そうみたいです。だからそういうこと考えてくれてる作家さんとかがきっと案を出してくれたのかななんて思ったり。はい、でもおさむさんインタビューした時に、うんうん、これそれを見てなんか興味持ったみたいなことを言ってました。あ、そうみたいです。それを見て大の字の大地さんを囲む会っていうのをやってたんですけども、はい、村上が行って楽しいからって言って、はい、黒沢さん行って、はい、あれ大島来ないのってなって、はい、あれ会いたいなって言って、はい、おさんが言ってるって言って、はい、男性とそうお付き合いとかしたことなかったので、はい、あ、なんかあれかなって冷やかしてんのかなとかは思ってましたけど、まあまあでも、まあ今度行こうかなとも思ってましたけどね。はい。でなんか結婚しようみたいなノリになったみたいなことに。そうですそうですそうです。会ってその日になんか俺大島だったら結婚していいって言われて。嬉しい。嬉しくないです。あ、そう、まあそんな信用そんなに、はい、あの。本気だと思われます。おい、何言ってんだこの人と思って、うん、男優に人権なんか全くなくて、それは人ですか犬ですかって電話してるのを覚えてる。相手が性病とかはあるんですか。ありますよ。
もう見て緑の汁出てるから。それ拒否権はあるんですか？なし。大切な人に先立たれた鈴木さんの歯を治そうクラファン。絶賛実施中です。500円から参加できますので、概要欄のページからぜひぜひご支援お願いいたします。目指せ100万円です。2023年1月21日19時から、ガイロクチャンネル札幌トークライブ開催決定です。前売りチケット2500円で販売中です。終演後、オンラインサロンメンバー限定のオフ会も開催予定をしてますので、ぜひぜひご参加お願いします。さらに、北海道遠征時の出演者もまだまだ募集しておりますので、ご応募お願いいたします。